セルネー・セウエン線は、フランスラン県にある鉄道である、ドレタニ線と呼ばれることもある。ゼントハイムを経由して、セルネーとセウエンを結ぶ。現在、ゼントハイムからセウエンまでの区間は廃止され撤去された。残りのセルネーからゼントハイムまでの長さ約 13km の区間は、観光列車トレンティールドレアルザスを運営するとだ、協会が観光鉄道として使用している。 この路線は、全国鉄道網の13万千号線を構成した。SNCF 東部地域の古い命名法では、LINE32.5 と番号が付けられ、セウエンセルネー線と指定された。この路線は、現在単イコールセルネーコミュナーテデコミューンと、ドレバレーソウルツバフ派コミュナーテデコミューンが保有しており、全国鉄道網の一部ではない。この路線について、東部鉄道会社と、 公共事業大臣の間の契約が1863年5月1日に署名され、1863年6月11日帝国令によって、承認されたセルネーからゼントハイムまでの区間は、1869年6月30日に、東部鉄道会社により開通した。ドイツ帝国によるアルザスロレーヌの併合により、この路線は1871年から帝国。 アルザスロレーヌ鉄道総局によって運営された。総局により、1884年9月1日にマズボーまで、1901年8月1日にセウエンまで延長された。1919年からは、アルザスロレーヌ鉄道管理局によって運営された。1938年1月1日に国有化の結果、SNCF に移行した。 この路線の旅客サービスは1967年5月29日に廃止され、1972年4月3日に貨物サービスも廃止された。ゼントハイムからセウエンまでの区間は1973年7月26日にダウングレードされ、続いてセルネーからゼントハイムまでの区間が1976年2月18日にダウングレードされた。1976年以来、 セルネイコールサンアンドレからゼントハイムまでの区間では観光列車トレンティールドレアルザスが走っている。ゼントハイムとセウエンを結ぶ区間は廃止され、跡地は自転車道に変換された。PK1.4 付近の短い区間も廃止されている。その結果、現在、この路線は全国鉄道網の残りの部分から切り離されている。ただの車両が 他の観光列車に貸し出される際には、鉄道路線の通行許可書があるにもかかわらず、道路上を輸送しなければならなくなっている。戸田協会は、この短いセクションをサービスに戻し、セルネー駅から直接出発できるようにしたいと考えている。オーラン総合評議会によって譲渡された残りの改善セクションは、2012年以降、タニコールセルネーコミナーテデコミューンと、 ドレバレーソウルツバッハコミュナーテデコミューンに属していて、そのメンテナンスは、都田協会に委任されている。駅前稼働時、この路線には12の駅があった。現在、セルネイイコールサンアンドレ駅とゼントハイム駅のみが、トレンテュールドレアルザスの停車駅として使用されている。ブルンハウプトイコールルイコール王駅は、観光列車のワークショップとして使用されており、特定の訪問のために、 時折停車する。廃止区間のラウトにエデルブリュックの駅舎は撤去され、マスボートウベイコールドルランは消防署、セウエンは多目的室、キリシュベルグベイクシャイトはレストランとなり、シックエールはそのままである。ありがとうございます。